第2ゲームです。日平横井のサービスからサービスエース。横井もサーブが巧妙ですね。下回転分かりにくいですね。まあ、よくレシーブしましたね、成本がね、フォアに飛びついていいサーブでしたけれど。バックハンド早く打ちましたからね、ちょっとタイミング横に遅れましたよね。あのバックハンドはいいですね。成本の2本目レオレ、少しでもねバックハンドが緩むと狙ってきますよね。横井のサービス。横井はラリー戦になるとほとんどミスしないですね。いいですね。どうしてもラリーに持ち込まれると焦って力が入るんですよね。そうするとオーバーミスしたりしますからね。しゃがみのいいサーブ出しましたね。しゃがみ込みサービスのこう強さというかはどのあたりにあるんですか。あの成本の場合はフォアハンドかバックハンドかどちらの面で当たるかわからないんですよね。今あのバックの方で振りましたけれどもね、フォアの方でも打てますからね。慣れてないと返せないですよね。スローで見ていないとわからないですね、どっちで打ったか。今もう完璧なレシーブでしたね。まあ今ミスしましたけれども、あの積極的でいいと思いますよね。もう一回しゃがみ込みでコースを変えて出してみたいですよね。さあどんなサービスを出すか。この成本のサービス3球目惜しいですね。ちょっと焦りましたからですかね。を切りました。これはね、今の難しいサーブでもねレシーブミスしないですもんね。回転に見せて下に切れてますからね。ネットミスしましたね。いいサーブです。
ました。ねえ、ストレートのボールに威力ありますよね、横井は。早く行ったんですが、ここは中村ポイント、ゲームポイントを握っています。ナイスですね。ノータッチで抜いていきました。今のサービス、ええ、はい、いいサーブですけど、はい、ね、本当に上手になるのでレシーブしましたね。成本はもう予測していたんですかね。そうですね、うん、追い上げます。いいポイントの取り方2本しましたね。今度は自分でサーブはどういうサーブから3球目速攻で取れるかどうかですね。フォア前のサーブが効きましたからね、また同じサーブ出すんじゃないでしょうかね。フォア前に出すかどうか。今のでいいですよね、はい、3球目攻撃できましたよね、はい。ここでタイムアウトです。成本が先にコートに戻ってきました。11点先取、デュースはありません。ゲームポイントを迎えている横井がレシーブ。成本のサービスです。あのサーブ効いてますよね、はい、オール、この1本で決まります。横井のサービス、あ、やりましたね、バックハンド、はい、連続ポイントですね。第3マッチの第2ゲームは11点で京都の成本が取りました。これでゲームカウント1対1です。いや、第1ゲーム第2ゲームともに接戦という形で、今のゲームはいかがですか、ね、両者このゲームは本当に自分の得意ポイントを両者が出しましたですよね。非常にボンミスの少ないいいプレーでしたですね。やはり成本は今のように速攻ポイントで取るし、横井はやっぱりサーブから、ね、ラリー戦に持ってポイントを取るというふうに両者のいいところが出てますよね。ですので接戦になっていると思いますよね。このドライブも威力がありました。ありますね。サードゲーム成本2サーブラボー。